リオグランデはアルゼンチンの都市。アルゼンチンの最南端にあるティエラデルフエゴ州のフエゴ島に位置する。2010年現在の人口は67,038人であり、ティエラデルフエゴ州で最大の人口を持つ都市である。リオグランデは波53度47分0秒、成形67度42分0秒。 南位53.78333度整形67.7000度 -53.78333-67.7000 に位置する。市は南大西洋に面している。なお、笛語島のウシュアイアより 212km 離れたところに位置する。元はセルクナム系先住民が天示する土地の一部であった。 1921年7月11日にリオグランデ村が設けられ、住民の本格的な入植がなされた。1941年当時、人口は1401人であった。その後、人口を伸ばし、1980年には13,211人もの住人の住む町となった。町域に工場が建てられ、2000年には、 人口が52,681人となった。農業や商業ばかりでなく、工業も盛んである。最近は、アルゼンチンのテルトンや韓国のサムスングループ系列のリオグランデ工場で、HD 仕様テレビが製造されている。地域には、エルメス・キハーダ国際空港がある。夏の12月から2月にかけても、非平均気温が、摂氏11度を超えず、最低気温が、 摂氏0度以下になることもある。冬は南極大陸に近くありながらも、井戸の割には極端には下がらない。最低気温記録は低、摂氏22.2度である。最寒月平均気温が低、摂氏0.2度である。降雨はどちらかというと、夏により降るものの、年平均降水量は 330mm である。 平均気温摂取10度以上の月は3ヶ月であり、欠片の気候区分では、西岸海洋性気候の CFC となる。市役所サイト、ありがとうございます。